ただいま。おお。よかった、無事だったんだね。ああ、もう大丈夫だから。まさか無事に戻ってくるとは。ええ、こんな方は初めてですわ。マジですか。おいガッセル、あの3人なんとかしろよ。彼らは彼らなりに良かれと思ってやってるんでね。わっはっはっは。笑ってんじゃねえ。ではお二人にはこれから試験を受けてもらいますわ。え、まあ試験というのは名目だけですわ。実際は登録者の実力に見合った依頼を斡旋するための調査のようなものですの。ああ、そしてギルドの依頼は主に討伐、採取、雑用、護衛と分かれ、その中で実力調査を行うんだ。なるほど。そうなんだね。ただし、B 級以上の冒険者が試験監督として同行する必要がありますの。今は一人だけだがな。どうせまた個性的な人が来るん。んだよ、わざわざ俺を選びやがって。 A 級冒険者アルトリアだ。言ったはずだろ、試験監督になるのはごめんだと。ねえ誠一、その顔。おい新人、てめえは俺が試験監督なんざごめんだよな。え、いや別に。正気かてめえ。あなたのお気持ちもわかりますわ。でもうるせえ。あのモヒカンたちから無傷で戻ってきた彼なら君の体質でも大丈夫かもしれない。体質？何を根拠にそんなこと言ってんだよ。そんなもの私の筋肉以外ないだろう。私の肉体こそ最大の理由。意味わかんねえ。なあクソ、わかったよ。そこまで言うならこの話受けてやるよ。あー、そのなんだ、さっきは悪かったな。俺はアルトリア・グレム、最悪のアルトリアだ。